おはつらー。今回はネクロバリスタやっていきたいと思います。どういうゲームだったっけ。あと重たいかな。これは顔がちょっともっさりしてる気がする。ここはメルボルンの裏路地にあるカフェ。そこには死者と聖者が共ごめんなさい。そこは死者と聖者が共存できる唯一の場所であり、死者が最後の24時間を過ごす場所ということでね。はい、まあビジュアルノベル、 3D アニメのビジュアルノベルっていう感じだというふうに思ってます。まあ早速やっていきましょうかね。ちょっとだけごめんなさい、グラフィック設定中ぐらいにさせてもらって、これで少しはマシにならないかな。ちょっと待ってね。はい、ちょっとマシになったかな。いろいろ開いてたからね。まそれでもまだあったけど、これが結構 CPU 食うね。まあ、やっていきましょう。多少私の動きがカクついててもゲームがカクつかなければ問題ない。相性が悪いのかなみたいな、だともしかしたらフェイスリグの方がいいのかもしれないな。フェイスリグと、じゃないや、ミトネさんとね一緒に使うとね、ちょっと若干もっさりするゲームが出てきちゃうんだよね。結構これでもいいパソコン使ってるはずなんだけどね。 CPU なんか結構いいの積んでるはずだしな。彼らは思う遥か彼方の墓を、彼らは思う二度と会えない仲間を、彼らは杯を掲げる、そして悲しげに言った。メイトの祝福を祈り酒を飲む。ヘンリー・ローソン。なんてジメジメしてるんだ。なあ、地下室なのは分かってるけど、窓とか開けられないか。ああ、外につながってる通気口があったはずだ。マディ、開けてくれるか。新鮮な空気を入れたい。大きなゴミ箱で塞がれてたかも。それに今手いっぱいなの。我慢して。クイックしたい声。早く終わらせられないか。前にもやったじゃない、ジーヤ。準備に時間がかかるのは知ってるでしょ。ほんと落ち着いて。その口の引き方はよせ。でか、字幕でか。黒縁ふと。ごめん、もう少し明かりが欲しいんだが。こんなに散乱してるとせめて足の置き場は知りたいね。アシュリー、お願いできる。ってこと？ありがとう。てんてんてんだけやたら太くない？前よりは整理できてるようだ。はあ、まあ練習を積んだからね。ねえマディ、ワイヤーはあとどれくらいいる？それで十分よ。よし、指導。チェイ、どうしたんだい豆っ子。椅子を持ってきてあげたよ。お、ありがとう。なあ、これってさ、当然合法じゃないよな。マディがはっきり言わなかったもんで。ああ、評議会はこれを問題行為とみなした。それなりの理由はあるだろうが、自然の秩序を完全に乱すからだ。ただの官僚主義ではない。気にするな。ルールってのは大概曲げられるものさ。はあ、そしてマディは特にルールを破ることに魅了されてるのさ。もう気づいてるだろ。ちょっとマディ一人を褒めないで。ふん、ギャンブルのことか。あ、それじゃあの転移儀式は、あ、今やってるのと同じ類のものだ。もっと小規模だけどね。大規模なのをやるにはそれなりの準備がいる。それに関する情報は全て評議会に規制されてしまった。理由があってのことだ。もし失敗したらどうなるんだ。まあ二度失敗する人はほぼいないね。いや、そもそも二度とやらないと言うべきか。
よほどしぶとい学者以外はね。それで、その魔法を何て呼ぶんだ？意味のない質問だな。禁止された術の呼び方など。かっけいはどう？私はそれで。ま、定義上は伝道意識だ。だが、五体操の用語を取っ払えば、こう呼べる。ネクロマンシーというわけで、プロローグが多分終わりましたね。これ全然わかんない。かすかな記憶から特定の言葉が語りかけてくる。ネクロマンシー、その意味を必死に思い出そうとする。ネクロマンシー、あ、そういうことね。はい。記憶の断片があなたの手元に残る。過去をつなぎ合わせ、起きたことを思い出せ。そして決して忘れるな。あなたは、三段練習未了、下処理、儀式、禁断、犯罪者、あらららら、ら、ら、情報量が多いっす。何をするんだろう。ただのノベル的な感じなのか、何かそれとも操作する場面があるのかしら。全然その辺は全くわからない。死者を呼び出してたのかな。ああ、操作あるね。よくある WASD ポーズ続けると。なるほど。わ、すごい。なんかすごい、なんかすごい。記憶、ああ、なるほど。これ記憶の断片と。じゃあ戻りましょう。さて、あ、意外と結構なんかそういう感じなんだね。どういう感じだろう。3D ゲームっぽい感じだね。FPS 視点なんだ。なんだあれ、なんか光ってる。ターミナル規制。何それ。ああ。あ、これで解除できるってこと？死者も生者も関係いたします。お客様のご案内は到着順になります。これで解除。読む。はい、読みます。わ、マディのルール。死者も生者も関係いたします。お客様のご案内到着順になります。誰が生者か尋ねてはいけません。教えたい相手には向こうから教えてくれるでしょう。死者には24時間の猶予があります。時間は厳守です。24時間5分ではなく24時間です。Wi-Fi はありません。携帯もつながりません。エーテルと電波が混ざると大変だからです。壊れたものや異常現象を見かけたらスタッフに報告してください。知らせていただけなければ我々も割れたグラスや次元のほころびを片付けられませんので。幻影に餌を与えないでください。食事ができない彼らに残酷な現実を思い出させるだけです。え、面白そう。お、入れる。わ、とりあえずじゃあ光ってるところに来まして、先へ進む。待って、待って、そんなこと言われたらでも暗いんだよな。暗くて見えないので特に何かあるわけでもないし、なんか多分進んでもだよね。先にここで行きますか。じゃあ進みましょう。なんだろう、パート1。はい、わわ、カフェターミナル、オーストラリア・ビクトリア州、カールトン3053。ネットレビューより抜粋。コーヒーはごく平凡。バリスタが中国語を話す。客をからかうとき専用だが、俺の帽子を指して何か言っていた。気になるだろうが。
小さい女の子がナイフを持って足回ってたぞ。保護者はどこだ。ムードがありすぎて物憂げな気分に。焦げたコーヒーに苦情を言ったら、は？ぐちぐち言わないでって逆ギレ。今まで飲んだコーヒーで一番、5つ星。追加情報、私は味覚音痴です。ドアが閉まる。まずいってこと？あまり美味しくはないってことだよね、要は。マディはため息をついてグラスを磨き始めた。彼女は今入ってきた人物に目をやったが、その男はカウンターに近づくこともできずにいるようだった。おーい、そこのメイト、大丈夫？うわ、あんた、俺が見えるのか？ええ、くっきりと。何か注文する？俺、もう何時間も歩いてて。この人は死者なのかな？じゃあ話しかけても誰も返事しないし、どうやってこんなとこに？入り口からかな。彼は緊張した様子で笑うと深く息を吸った。そうだな、ここはどこなんだ？死者のためのターミナル、カールトンで最高のね。死者評判なのよ、死んでもいいほどのコーヒーってね。気づいてないんだ、自分が死んだことに。どう言えばいいのかまだ分かってないんだけどさ。何でも聞いて。いつものことだから、げっそりした死者が戸惑った顔で入ってくるの。で、何を聞くんだ他のやつは。大体それからね。ああ、くそ。それも言うわね。それから気まずそうに黙り込む。なんか触れる。わかんなかったけど。あれ？そういう方じゃないのかな。あ、その意味が見れるのかな。あ、なんかそのマディにとってのかな。黙る。平穏と静寂を行うマディでも気まずい沈黙というものがある。ちょっと見てこうね、今度から。全然わかんなかった、ごめん。わかったから、あんたはここに来るやつみんなに意地悪をするのか、それとも俺みたいなしょうもないやつだけか。しょうもないやつだけ。そうだろうな。俺はこれまでだって周りの人に蔑まれてる気がしてた。ちょっと、冗談を言っただけよ。いや、あんたは正しいよ。俺は情けないやつなんだ。自分がどんな死に方だったかわからないけど、きっと惨めでくだらなかったんだろうな。俺自身がそんなやつだから。俺はもういい生活を目指すことさえ、もうずっとこのままなんだ。ねえ、ちょっと。そして俺は死者のカフェでバリスタの前でぶっ壊れてる。しっかりしなさい。彼は目をしばたいて徐々に我を取り戻した。カフェで取り乱すのはなしよ。あなたは絶対大丈夫、約束する。今どんな状態か分かってるから。まさかあんたも。違うわ。でもあなたのように扉をくぐってきた人を何百人と見てきたから。じゃあ俺は混乱ぶりまで平凡なのか。混乱。この店にドレスコードはないが、勝手に見た目を意識してくれる分には歓迎だ。どういう単語の説明なの？俺って何をやっても。キシャン、あなたが次の場所へ行くまでこの世界で残された時間は24時間。その時間をずっとくよくよして過ごしたいの？24時間だって。ああ、しまった。私が言いたかったのは、その大丈夫だってこと。まずは深呼吸して、きっとなんとかなるから。悪いな、ほんと。すまん、騒ぐつもりはないんだ。私も他にやることはないし、気にしないで。本当か？俺迷惑じゃないか？ええ、元気出して。この場所について紹介させて。結構面白い場所よ。私がここに迷い込んだのは4年ほど前。というわけで、それが次の場所に行くまで残された時間、24時間よ。24時間以内に殺した犯人を突き止めろ。なんて大抵映画があったら面白そうだよな。殺されたのか？
探偵、謎の中には永遠に未解決のままのものもある。なんかすごい面白いな、この単語の紹介、さっきから。時間との戦いなんてな。そうね。でも最後には次の場所へ行っちゃうでしょ。意味ないんじゃない？次の場所に行っても気になるものかしら。ま、私がニヒリストすぎるのかも。ニヒリストって何？つい話に水を差しちゃうの。そういうこと？実際犯人探しはプレッシャーだろうな。正直まだこの状況がピンとこないんだ。確かに少し突飛な話よね。ああ、その言葉だ。それが言いたかった。ただ死因が寝てる間に静かに息を引き取ったとかだと少し残念だよな。そうね。大抵の人は殺されて死ぬわけじゃないから。多いのは病気、老衰、それと芝刈り機の事故。まあ事故ということになってるけど、実際には悪霊に憑依された芝刈り機って結構多いの。とはいえ、おいおい、ちょっと待ってくれよ、さらっと流すな。憑依された芝刈り機？本気か？回転部が霊を引き寄せるのよ。庭具、ゴミ処理機、ミキサーとかもね。ミキサー、人は昔から機械に刃物を取り付けておきながら機械が反乱を起こす話などは一生に伏す。いや、マジで面白い、この単語の説明。最初から見ていけばよかった。なんだろう、なんかふーってなる。本当に鬱陶しい奴らよ。うちのミキさんも毎月除霊しないとダメ。そうなの？そりゃぶっ飛んでるな。で、こう聞いたら変かもしれないけど、ここにいる人はみんな死者？ああ、あんたはここが死者のカフェだと言った。みんな死者ってことか。それとも幽霊のいるカフェが好きってだけで来る人もいるのか。ちょっと言葉が足りなかったわね。誰もが死んでるわけじゃないわ。だけどここは彼岸と彼岸の、合ってるよね、彼岸と彼岸の境にある数少ない停留所の一つだから、あなたのような人もよく来るの。そのせいで家賃がとても高いのよね。高いの？家賃、家主、受動利益を求める人たちの思想。人の出入りが多いことを地主の吸血鬼どもが知ってるから。吸血鬼って化け物のあれか？ううん、人の金を吸い取るただの金持ちよ。そうか、似たようなもんだな。さて質問に戻ると、今ここには9人の客がいる。あなたを含む9人のうち 4,5 人は次の世界へ行く途中に立ち寄ってるだけ。どうしてわかるんだ？ここでずっと働いてると第六感のようなものが働くのよね。なるほど。第六感といえばトラブルを察するっていうのもあってね。第六感が2つ。ごきげんよう、アシュリー。この子はアシュリーなんだ。アシュリーという少女は数年前にマディとチェイを見つけ自分の家族にした。子犬が音の鳴るおもちゃを見つけて自分のものにするかのように。彼女は猛烈に知能が高く末恐ろしい天才少女だったが、やはりまだ子供だった。今日の彼女はモーターオイルの匂いをプンプンさせている。右腕がオイルまみれだ。マディは後で関節のオイル拭き取りを手伝うことになると理解した。アシュリーの表情は、私無敵の天才だからと言わんばかりだ。天才。アシュリーはマディの愉快な仲間たちに誘われて以来、自分自身を天才とみなしている。他の人ほどはバカにしてる、バカにしてるってこと？それが概ね事実であることが、マディは腹立たしかった。その顔、何か狙ってるわね。白状しなさい。何のこと？わからないな。とぼけないで。今度は何が欲しいの？お客の相手で忙しいの。ああ、俺なら気にしな。アシュリー、私は今接客中なの。ネジを締める間だけ誰かにジョイントを支えてほしいの。クランプはないの？前の誕生日にあげたじゃない。誕生日、年を取ることは死に一歩近づくこと、祝うのは奇妙だろうか。
これはまあそう思う人もいるよね。全部使用中、他の大切なことに。多分10分くらい前に上で見た気がするけど、手伝いが必要なの？アシュリー、私は今忙しいの。お願い。なあ、俺が。いい。手を貸すしかないんだけど。アシュリー、仕事の邪魔をしない。あれ、あ、なんか必要なものがあったのかな。いちいち上に行ってドライバーを持ってあげたり、あなたのくすんでたナイフを回収してたら何も終わらない。難しいのよ、なんかわかんない。ドライバー、適当な道具をドライバー代わりにするとネジがバカになる。ちゃんと正しい工具を使おう。そうだな。ねえ、え、これ何？どうしたらいいの？どうしたらいいのこれ。ねえ、アシュリーのおねだり会はレジェンド級だ。しかしマディは体勢を得ていた。あの、え、これ何？どうしたらいいの？これ、あーあ、あ、戻った。戻った。あ、ちょ、待って。え、ま、ど、あ、ちょ、待って。操作が。ちょ、待って。操作が、あの、わからないんですけど。これがないといけないのかな。記憶の断片ってやつ、そういうことかな。ちょっと、まあ、とりあえず進めますか。一旦ちょっとセーブしとこう。邪魔しないでね。え、おい、手伝ってる。あの何もないもんね。ダメよ。あ、じゃあチェイは手伝ってくれるよね。なあ、チェイはキッチンで食器洗い機を空にしてるの。おい、ちょ反応してあげたいんだけど。マジで覚えてる？あなたが1時間前に片付けるはずだったよ、食器を。ああ、えへへ、俺は気にしないから。ねえ、その人を連れて行っちゃダメ。どうせすることないでしょ、新人だし。ちょっと聞けって。アシュリー、怒らせないで。彼はリラックスしたいのよ。死ぬって大変なことなの。それに失礼でしょ、前にも言ったじゃない。客の前ではもっと礼儀正しくお前が言うか。おい、俺は上に行ってもいい。本当だ、他にすることもないし、俺は実際超死んでる。でもいいんだ。そうさ、俺は記者、正真正銘の死者さ。本当にいいの？彼女を上に登らせてもいいのよ。誓って大丈夫だ、気にするな。ただ座っていても邪魔になるだけだし。完璧。さあおいで我がしもべ。しもべ、部下のヒエラルキーでしもべは助手の一つ下で奴隷の一つ上。なるほど。仕事は待ってるわ。マディは心の奥ではアシュリーに十分構ってやれないことをさ、理解していた。あれは単純にさ、あの、なんかこれはもう外側からのセリフだよっていうあれだったのかな。それともなんか選択肢的な感じなのかな、わかんないな。でもなんか選択肢ではなかったっぽいよね。彼女がむずがるのもそのせいだということ。マディは罪悪感に苛まれていたが、すぐにどうにかできるとも思えなかった。自分とアシュリーのためにカフェは黒字に保たなければならない。たとえアシュリーのしばらくの間一人でいろいろなことに向き合わせることになっても。また彼女は自分に対して辛辣になっていることも分かっていた。辛辣、人を何度も辛辣な言葉で傷つけているとそのうち固い皮ができてしまう。深いな。ふとした静かな瞬間に心の声が残酷な声で囁きかける。それが空っぽの言葉だと分かっていても気になった。もしかしたらそんな囁きにも何か。なあ、ここにはもっと植物が必要だと思うぞ。うわ、チェイ。
そんな風に忍び呼ばらない、寄らないでバカ。何が気にかかってるんだい？ああ、ちょっと眠くって。何か難しいことを考えてるように見えた？かなりね。大したことじゃないわ。私だっていつも不機嫌じゃないわよ。いや、今のはそうじゃなかった。そう？君があの侍のコスプレイヤーに殴り合いを挑んだ時のような顔だった。どういうこと？コスプレイヤー。コスプレはコスチュームプレイの略語だが、そのプレイが突然真剣になると悪いことが起きる。ああ。あなたが言ってるのは15ショットのコーヒーを出すのを断ったら、偽の刀を振り回して脅してきたやつのこと？それにしても、妙に具体的な例えね。私どんな顔だった？5000年前から伝わる侍刀だぞ。侍刀かな？侍刀だぞとかいう言葉を聞いた人が、ごく自然にする刀顔かな？おい、別に再現しなくていいよ。今でもまざまざと覚えてるから。ある種の深い嫌悪をベースに、嫌悪感を感じやすい人にとって飲食店の仕事は難しいが、マディはそれを何とかやってのけている。ああ、まあ確かにね。飲食、接客の中でも飲食店とか難しいよね。少々の荒みとかすかな何これ、長老が混ざったものさ。ははまさに私ね。そんな気分よ。この雰囲気いいな。それで大丈夫なのか？実際どうだ？大丈夫。それは本当に大丈夫って意味か？それとも気持ちの処理と説明が追いつかないから別のことを話したいっていう意味か？後者よ。うん。話したくなったらいつも聞くぞ。ところで、すまない。布巾を使っていいか？違う、布巾だわ。手が濡れていてね。ええ、どうぞ。どうして急に手洗いしたくなったの？アシュリーにお願いしてたんだけど。いや、壊れたんだ。食器洗い機の蓋がね、今度修理してもらわないとな。どちらにせよ、アシュリーに手洗いはさせたくないからね。彼女の機械の手が錆びてしまう。俺が代わりにやっといた。確かにそうね。ともかく修理の予約を入れないとな。修理、古くなると壊れるようにタイマーを仕込まれた製品もあるが、それでもカタクナとして買い替えない人がいる。ガンとしてか。買い替えては敗北なのだ。面白いな。アシュリーにやらせてみるなら別だが。電話してもいいんだが、先週から固定回線がダメになっててね。うちに固定回線が？ああ、古代の技術さ。物理的なケーブルを通して音を伝えられるんだ。より文明的な時代の洗練された道具さ。電話料金を払った時しか仕事をしてくれないけどね。どっちが安いのかな、修理するのと。アシュリーに与えて買い替えるのと。どっちでも大差ないか。はあ。なあ、あまり悩むなよ。心配すぎると墓穴を掘るぞ。15年間も穴を掘ってたくせに、どういうこと？大いなる大地をよく見たいと思うなら、世界を駆け巡る旅行者になるか、ショベルを手にすることさ。なんか若干皮肉めいてる言い方してない？この単語説明。人に墓穴を掘るなって言えるの？ジーヤ？ジーヤなの？くっ、ジーヤかよ。俺はこう見えてもまだ100と70歳前後。え？どういうこと？やっぱりジーヤね。ゴールドラッシュの真っ只中だったんだ。人も犬も穴を掘るのに夢中だった。俺が違う点は途中で黄金より面白いものを掘り当てたことだけだ。ふふ。携帯電話でも掘り当てたらよかったのに。なんかそういう不老不死的なものになってるのかな。そうすれば今頃使い方を覚えられたはず。ところで、その何？今大変なのは分かってるか？近いうちに食器類の注文が必要だな。うん、分かってるよ。また金が必要になってしまう。でも刃物類がなくなりそうな、足りなくなりそうなんだ。1998年略式基礎犯罪法11C 項、特別な自由（括弧証明は個人によるのない限り、公的な場や学校にナイフを持ち込んではいけない）。
どっかに消えていくんだ。いつまで持つかわからない。今月そんな余裕はないかも。知ってるでしょ、最近は何もかも値上がりしてて、コーヒーカルテルも値上げを続けるし、郊外の輸入業者はカルテルに参加してないと思うが、いい人たちに見えたぞ。彼らと話したことある？明らかに犯罪者よ、あの値段じゃ。犯罪者の中でも、もう最悪のものは合法の範囲内で活動するタイプだ。卸の値段じゃないかな。それでも君は買い続けてるんだろう。まあそうだけど、豆がいいからね。でもいろいろ重なってストレスなのよ。そうだよな、俺も悩ませた一人として謝るよ。ううん、いいのよ。本当は全部私の責任よ。今はとにかく支払いをどうするかよ。仕入れ代と料金、それと布石もね。はあ、市の評議会への時間布石なんて今は考えなくもないわ。心配でずっと寝不足よ。なあ、俺はいつでも力になる。心配なんだ、わかるだろ。君はあまりにも急に多くの責任を背負ってしまったからね。マディはとても大きな責任を負っている。責任と力はセットだというが、まだそんな力を持たせてもらった覚えはない。俺もちょっと責任を感じてるんだ。わかってるわ。それはわかってる。それにあなたには感謝しきれないし。気にするな、大丈夫さ。俺がついてる。きっと何か方法が見つかるさ、いつものようにな。どうしても問題と向き合いづらくて。わかる？わかるよ。俺も干渉されてるような気持ちにさせたくない。今のカフェは君のものだ。ちょっと厳しい状況ではあるけどね。ただ何度も言って悪いが、破綻が始まる前に何とかしないとな。果たしてどれだけ時間が残されてるか。破綻ならもう始まってるじゃない。それでもな、君はいつか現実と向き合わなければならない。そんなこと分かってるわ。あなたにせっついてもらう必要はないから、ほっといてよ。評議会の件はずっと心の奥に居座ってる。精一杯やってるわよ。それ以上どうしろと。いくらあなたが一番の親友で元上司って師匠だからといって、悩みに向き合えって説教される気はないわ。今は私の問題よ、あなたの問題じゃないわ。分かったよ、気にするな。一人で考えたいだろう。アシュリーの様子でも見に行くかな。ヒステリックになっちゃった。彼女を見かけたかい？上にいるわ。お客を引っ張ってクランプか何かの話に付き合わせてる。それなら救出してやらないとな。すぐ戻るよ。彼の言った通りよね。もっと植物が必要だわ。ねえねえ、でっかいステーキナイフをくくりつけるの。それで戦わせるのよ。すごいな、それ最高だぜ。私テレビでやってたバトルロボワイヤルに出るようなの作りたい。火炎放射器をつけてね。この小さいのにつけるつもりじゃないよな。火炎放射器を？多分しない。でもバトルの様子を携帯で撮影してほしいの。プロデューサーに送るから。プロデューサーたちはいつでもゲデモの企画に飢えている。ああいいとも。じゃあナイフをつけるか。その結束バンドを取って。結束バンド、それとナイフ。ナイフ、あとコーヒーも取って。本当か？そんなの誰にもらったんだ。コーヒー、くそ、空っぽだわ。キちゃん、コーヒーが空よ。うわ、世界が震えてる。カップが空でよかったんじゃないか。エスプレッソで溢れてる必要があんの。俺はただ、それ何ショット入ってたんだ。いっぱいよ、キシャン。それが何なの？イカラスがエスプレッソを何ショット決めてたかなんて誰も聞かないよ。そうよ、私はイカラスの本を読んでるけど何か。君たち何の話してんの。イカロス、やるなと言ったまさにそのことを息子が実行し、死んでいくのを見たダイダラスの気持ちは想像するに耐えない。彼は太陽へ飛んだの。私、強要反応。
いいな、これぐらい自信満々になりたいわ。緊急速報、私頭が痛い。あのイカロスについてはもう少し読んだ方がいいぞ。ちょっと意外な結末なんだ。ネタバレダメ。私ナイフ持ってんだから。うわ、ネタバレはしないって約束する。よし、声をかけて入れば今度はナイフを投げないはず。行くぞ。やあみんな。うわ、侵入者よ。危な。記者、相棒たち、私やつを仕留めた。いや、その外したよ。チキショウ。ちょ待てよ、わざと投げたのかよ。もちろんよ。ちなみに俺は無事だぞ。なんだあんただったの。他の人だったらもっとまずかったのか。多分。でも私のロボット設計図を盗みに来たスパイだったら話は別。スパイ、いつ誰に見られているか分かったものではない。そうだな、普通のやつが来た。その場合はいいの。カフェインが切れる。おいおい、ちょっと大丈夫なのか。俺のせいで死んだとか。15分もすればギョロッと目を覚ますよ。でもコーヒーはこれ以上与えない方がいいね。またゴブリンのように手がつけられなくなる。アシリーはまるで機械にいたずらをする。何、アッキーグレムリンだが、ゴブリンと化したアシリーはまた別物である。そうか、計り知れないパワーを手にできるとか言ってたけど、まあ間違ってはいない。だがよく言うだろう、大きな力には大きな責任が伴うってね。彼女はまだ13歳だ。元気なら有り余ってる。責任感の方は不足してるわ。そうだな。気づいたら座ってロボットにナイフを突き刺さられていた。すごいんだ、説得力が。なぜアシュリーが人を自分のペースに巻き込むかできるのか、巻き込むことができるのかは謎だ。理屈や口のうまさ、カリスマ性などとは明らかに違う何かだ。あんな口調でね、まくし立てられてもなかなか引き込まわれないと思うからね。言わなくてもわかるよ。彼女はここに住んでるようなものだから。ちょっと音がでかいかも。若干下げた。危うく俺を殺しかけたことをご両親が知ったら俺が殺されるだろうね。でも的が見えないのにいい狙いだった。いつも変なところで誇らしくなる。ふん、なら教えたやつも一流なんだろうな。俺のことか。残念だが教えたのは別の人だ。マディはナイフさばきが異常にうまいのさ。派手なゲートが好きなんだ。悪い癖だがね。それで、おっと、挨拶がまだだったな。俺はチェイ。前はここのオーナーだった。今はブラブラしてたまにナイフを投げつけられたりするだけさ。俺はキシャン。俺は今日死んだんだ。Welcome to the terminal と実績を解除しました。飲み物を飲みます。おお、私は生きています。生きているのでしょうか。おっと、うるさいのが来たね。そうきついことを言うな。目覚めた瞬間は誰でもおっかないだろう。でかい光が追ってくる。最後の瞬間を思い出してるとか。そうみたいだね。何か起きているのでしょう。やあ、私に手足がこんなにいっぱいあったでしょうか。みんなそうだね。新しい姿で生まれ変わったんだ。そうですか。俺はケプラー、会えて光栄だ。僕はヤコビサ。私は未定義です。覚えにくい名前だな。ボディが牛乳パックだね。ミルクはどうだろう。ダメダメ、単純すぎ。俺は紙パックだけど、ペーパーと呼ぶか。俺なら嫌だな。そういうアシュリーがラブレースとかいう人のことをわめいていたな。それでいいだろう。新入り君はどう思う。妥当でしょう。
よし、決まりだ。アシュリーが作ったロボットかな。よろしくね、ラブレース。かすかな記憶から特定の言葉が語りかけてくる。言葉がここで起きた現象の謎を解き明かす鍵になるかもしれない。これ選ぶのやつかな。したら、あ、あれだよ、多分その黄色く光ってたやつがあるよね。じゃあ、何が気になったかな。天才、責任、禁断、嫌悪、辛辣、説得力、混乱でいこう超適当。あとマイナスなの多いな。言葉が心を駆け巡る中、そのいくつかに集中し意味を思い出そうとした。え、魔術、わわ、説得力、アシュリー、混乱、キシャン、責任、マディ、怖い、天才、アシュリー。その言葉に関連するものや人かな。お客、嫌悪、辛辣は、お客。なるほど。時間が経てば頭を漂う記憶の断片をもっとつなぎ止められるかもしれない。どの断片を持っていく。自分が大事にしたいものは。魔術、これはあれか、全部持っていけるのかな。なんかさ、これさ、見えるかな、後ろにね、E09143C2 のなんとかみたいな感じでさ綴られてるんだけど、めっちゃ気になる。いきましょう。なんかのコードみたいな。わ、もう42分経ってるか。じゃあここでやめようかな。セーブされてるしね。明るくなったね。じゃあ次回はここを見て回るところから始めようか。というわけで今回はこの辺で終わりにします。お疲れ様でした。